はい、こんにちは、こんにちは。ね、おっさんがしょうもない話をするっていういつものやつなんですけど、彼女を幸せにしたいです。どうすればいいですか？彼女をどう幸せにするかじゃなくて、どうやって他の男から守るかっていう考えで恋愛してる人が多いと思っていて、それだと幸せにできないと思うんですよね。束縛の中に愛とかって存在しないので、俺についてくれば知らんけどって感じでいけばいいんじゃないですかね。あと、みんな適当に優しく接するじゃないですか。僕はバカなことしてたら、バカってズバッと言っちゃうんですよ。そうすると逆についてきてくれたりするので、なんだろうね、女の人って強制されたり追いかけられたりすると逃げたくなるんですよ。で、自由にさせてもらうところに、行きたくなったりするので、好きな人が何人もいます。おかしいですよね。なんだろうな、男って複数の女を同時に同じぐらい好きになることもあるし、何の問題もないと思うんですよ。一人の女の人しか好きになっちゃいけないとか、完全に思い込みかと。好きの基準とか曖昧なので、彼女にメイク変えたの全然気づいてくれないじゃんと怒られました。どうすればいいですか？とりあえず、あれ、髪型変えたんだとか言っとけばいいんじゃないですかね。髪とかって絶対に切ったか伸びたかしてるので。で、変えてないけどって言われたら、あ、マジか、でも今日も髪型いいね、みたいなこと言っとけばいいんじゃないでしょうか。ひろゆきさんは車にこだわりありますか？好みだと思うんですけど、僕はロールスロイスとフェラーリ以外はあんまり興味ないです。オラオラ系がモテると聞きました。本当ですか？オラオラしてる人って自分に自信がないんじゃないですかね。宇宙人っていると思いますか？世の中には真剣に考えてもわかんないことっていっぱいあるんですよ。で、なので、自分が面白いって思う方を選べばいいんじゃないですかね。僕はなんで宇宙人っていると思ってるんですよ。だってそう思ってた方が人生夢があって楽しいじゃん。幽霊とかも、いた方が面白いから、いるんじゃねみたいな。人生面白い方がいいじゃん。いや、みんな勝手に期待して裏切られて勝手に文句言って、みんな大変ですね。もっと適当に生きればいいのに。じゃあ、ちょっと今日僕もこう来客とかも多いし、こんなところで。スパチャ、ありがとうございます。僕に投げ銭するのもいいんですけど、自分にも投資して成長してください。はい。じゃあ、またこんなところで、はい。これはどうやって切るのかな。